ちゃ。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。3連戦を振り返るです。はい、また来ましたね。はい、来ました。あっという間に来るね。あっという間です。本当にね。ねえ、まあ、ただ、うん、今回は、はい、あの天候にね、ちょっと左右されて、うん、そう、まあ、2試合のところが多かったんだよね。そうですね。もともとパ・リーグの方は試合が入ってないところもあったしね。うん、ね、だからこう、はい、試合数はね、全体的に少なめですが、ね、3連戦のところがね、はい、少ないんですけど、そうだね、まあ、もうあのいつも通りね、はい、振り返っていきたいと思いますが、はい、で想定外がいっぱい、うんね、これは何でしょうかっていう、うん、あまあ、これから説明していくけどね、あのことかな、このことかなって思われてる方は、まあそうだね、いらっしゃるかもしれないですけどね。そうだね、はい、で内弁慶がいっぱい、何のことかな、まあ、内弁慶って、まあ、これだけはちょっと種明かしとくけど、はい、セ・リーグの方が、うん、あのホームチームではホームでやるときは勝ち越してんだけど、はい、ホーム以外、うん、ロードに出ると全チームが負け越してるという ね、 ねそういうことってあんまないですよね、まあ、珍しいけどね。だけどまあその中で、まあ、DeNA が、まあ、ホームで圧倒的な強さと、まあ、ロードに出てもまあ、そんなに負け越してはないという、ね、一番それは、ね、一番バランスは取れてるというね、うん、いうことが言えるんだけども、はい、はい、まあ、本来はそうなんですかね、ホームで、まあ、本来はそうかもわからないけども、勝つというのは、うん、ただそのやっぱりファンが今年から声援を送れるじゃない、うん、声出して、うんうんうん、だからホームで、まあ、選手たちが燃えるというかね、それが力になってるって、ね、力になってるっていうことは言えるかなっていうのは ね、 そうだね、はい、ということで、はい、まずは結果からはい、ということでセ・リーグはこうなりました、はい、そうだね、勝ち越したのは DeNA が3連勝、はい、あとは、はい、阪神、巨人、はい、広島、中日は1勝1敗、まあそうだね、ヤクルトがちょっと勝てなかったかなというところで、まあそうだね、ヤクルトはちょっと連敗中でね、はい、まあ、苦しい事情があるわけだけども、はい、まずは、まあ、阪神、巨人、うん、まあ、伝統の一戦と言われるね、はい、まあ、試合からだけども、はい、まあ、初戦西と戸郷、うん、まあまあエース同士の投げ合いで、はい、8対4で巨人の勝ち、まあ、これ西勇輝が非常に岡本にね、相性が良かったんだよね、はい、54打数11安打2割飛んで4厘で抑えてるのが、うん、この日は2打席連続のタイムリーヒットを打たれるというね、うん、まあ、そこから、まあ、西がガタガタっと崩れていくわけだけども、はい、まあ、西がゲームを作れずに敗れたと、うん、で2番に梅野が入ったんだよね。そうでしたね、うん、阪神の方はね、はい、その梅野がちょっと流れを止めるダブルプレーとかあって、うん、まあ、岡田監督何か意図があったんだろうけども、はい、まあ梅ちゃんってバントとか細かいことがうまいんだよね、うん、だから2番にしたのかなっていうふうに思ったんだけども、まあ強行に行った時にダブルプレーで勢いを止めるというね、まあその試合でね、サトテルが1号のホームラン、まあやっとね、やっとですかね、出たけども、でもサトテルがホームランを打ってからまあ連打が始まり、打線がものすごくつながったんだよね。だからやっぱりサトテルってやっぱ雰囲気を変えるそういったものっていうのは何か持ってるしね。だから佐藤がこうやって打ってくれると非常に打線はつながるという、うんうん、ただこの試合でやっぱ巨人らしい勝ち方というのは、はい、まあ、4番がタイムリーを打ち、うん、長野がね、代打スリーランホームランで勝負を決めるという、ね、だからやっぱりホームランでジャイアンツは決めるなというね、うん、まあ、8点を取ってやっぱジャイアンツのらしさが出てくるような、うん、まあ、試合だったかな、はい、この試合はね、うんうん、2試合目、伊藤将司、はい、山崎伊織の先発、うん、で山崎伊織っていうのは、まあ、この前初登板でものすごいいいピッチングをして、はい、すごく期待したんだけどもちょっと話にならなかったね。うん、で一方伊藤はやっぱジャイアンツキラーと言われるだけあもうピシピシいくわけよね、うん、まあ、その中でもう序盤に、勝負を決められたということ、うん、阪神の方、はい、まあ、15対0というふうに解消したんだけども、はい、まあ、佐藤が内野安打1本、うん、打点付きのを打ったけどね、佐藤がちょっと上がってきそうな感じがするね、徐々に。なるほど、うん、だからずっとこう低迷というかあまり打てなかったのが、うん、徐々に上向きになってきてるかなという、うん、
で今までああいう悩んだもそんななかったんだけども、そうですね、うん、だからポイントポイントで、うん、まあそういう仕事ができてくればね、まあ気持ちも上がってくるだろうし、うん、あの里照が良くなってくるかなという感じがするよね。うん、で里照の後ろを打つ井上、はい、これがまたいいわ。お勝負強いし、うん、あの今日なんか山崎よりの、まあ、シュートを打ちスライダーを打ちということでね、うんうん、非常に良かったと思う。うん、だからまあ阪神も打線がなかなかつながらなかったんだけども、はい、うん、なんかこの15対0これをきっかけになんかサビが落ちたような気がするよね。なんかパッと吹っ切れたというか、 なんか吹っ切れそうなそんな感じの試合だったよね。うん、でジャイアンツの方は15対0、はい、もう序盤からあんなにね先発ピッチャーが崩れてしまったら、うん、やっぱこう戦意喪失するよね。戦意を喪失、うん、だからそういう意味ではまあ気にすることはないかなという。でも勝つ時にはやっぱりジャイアンツらしさが出てきてるから、うんうん、まあ気にしなくてもいいかなっていうような感じがするよね。まあこんな日もあるかなというところですか。まあ、こんな日もあるよね。で、うん、伊藤将司、はい、復帰登板だったけども、うん、故障からね、うん、まあ、見事だったね。やっぱらしさが出てた。まあ、緩急を十分使って抑えていくという ね、 ね、2安打8奪三振、ね、四死球はなしで、そうそうそう、はい、まあジャイアンツの方もちょっとねやる気にならなかったというか、なんか出場のくじかれたという試合だったけどもね。うん、はいはい、はい、次、DeNA 対ヤクルト、はい、ね、3勝0敗、DeNA 止まらないですね。うん、1試合目、ガゼルマン、はい、サイスニード、うん、まあ、サイスニードはねずっと勝ってたんだけども、はい、まあ、DeNA の方は効果的な攻撃、まあ、エンドランとか盗塁を混ぜながら、うん、打線がつながっていくというね、うん、ガゼルバーも粘って四球を取って、まあ、一番につなげるとかね、うんうん、関根のランニングホームラン、とか、うん、まあ、牧伊藤のタイムリーとかね、はい、まあ、そういうことで非常にあの打線の流れが良かったかなというね、うん、まあ、そんな感じがしたんだけど、はい、ちょっと心配なのは、うん、エスコバ、はい、まあ、3試合連続の失点ということでね、うん、ちょっとここら辺の状態が上がってこないと7回任せられるピッチャーがどうなのかなっていうのは心配はあったけども、まあまあ、 あの効果的なね点数を取りながら、まあ、逃げ切ったというね。で2試合目は石田と高梨で5対2で勝った、はい、でこの試合は三島の勝ち投手、はい、355日ぶり、ね、大手術から復帰して、うん、まあ、でもこういう病気でね、あの 苦しんでる人たちに、まあ、少しでも勇気を与えられたら嬉しいですという、ね、まあ、コメントを残してたけどもね、はい、なんていうのかな、まあ、三島の好投もあるし、うん、これバントの失敗とかもありながら、うんうん、エンドランとかでチャンスを拡大して攻撃を仕掛けていくんだよね、はい、でこの試合で戸柱はスリーランね、うん、2人は同級生なんですよね。そうそうそう、同級生、ね、ただねこれね横浜のね攻撃パターンが少しずつ変わってきてて、はい、やっぱこう足を使えないとかいろいろ言うけども、うん、これエンドランとかで割とこう引っかき回してきてるんだよね。で盗塁数は少ないんだけども、うん、やっぱ次の塁を狙う走塁とか、うん、そういったものまたエンドラン、うん、こういう意識がすごくチーム内の中で芽生えてきて活性化し始めてるね。うん、でこういうところでこういうサインが出るんだとか、だから三浦監督もやっぱこう全体的にレギュラーっていうのは足が遅い、それを補うために何をすべきかという、うん、そういうことを見出してきてるよね。こう対策というか、対策というか、うん、だから弱点を補ってきてるというエンドランとかでね、うん、で、まあエンドランとかもするし、まあ盗塁も仕掛けてくるけどもね、うん、だからすごく野球が変わったし動きが出てきたよね、攻撃に、うん、だからまあ打線を見ると素晴らしい打者が揃ってて、うん、すごくこうつないでいけるんだけども、でもよりつなげるためにはっていうね、うん、先の塁を狙わす、そういうこうエンドランだとかそういうことがすごく効果的にね、この 1,2 戦を見ると素晴らしかったなというね。
それがまたね、こう対策を練ってうまくはまってきてるっていうことなんでしょうかね。そうそうそう、だからそこら辺がやっぱ素晴らしいなと思っててね、うん、はい、で3戦目は平とピーターズ、はい、7対6、うん、まあ、関根がサヨナラということで、ね、ピーターズにものすごく苦しんでたんだよ ねこれ延長戦までもつれましたもんね。そうそう、だけどね、やっぱこのこの試合のポイントは伊藤、うん、1人目はね、うん、伊藤がねライト線にフェアかファールかっていうのをちょっとあの際どい球を打球を打って、はい、それがリクエストになってファールになったんだよね、うん、その後なんか低めの変化球を今度はあの左中間に引っ張ってツーベースにしたんだけども、うん、そっからなんかこうチームがガラッと変わったね、うん、あの気持ちを伊藤の気持ちを組んでね、うん、で伊藤のリードもさなんかすごく良かったしね、うん、あの強気にいって、まあただその試合で牧が、はい、逆転のスリーランを打つとかね、うん、柴田が勝ち越しのタイムリーを打つとかするんだけども、はい、まあ、ヤクルトはやっぱ3連敗ができないということで、うん、粘って粘ってくるんだよね、うん、だけど9回内野安打2本、はい、それもヘッドスライディング2人、太田と桑原が頭からもう一塁ベースに突っ込んでいって、だからなんかそういうのってやっぱファンも巻き込んで、うん、やっぱ押せ押せになるんだよね、うん、でチームが行けみたいな形になるんだよね、はい、まあ、そこで一塁になって関根を迎えた時に、うん、田口にスイッチするんだけども、はい、まあ、関根がさよならライトオーバーのさよならを決めたというね、うん、ただヤクルトも、まあ、1戦目から3点2点6点今日は6点取ったんだけどもさ、打線はね徐々につながってきてるんだよ、はい、でここのところはやっぱりこう5点5点7点って失点してるんだよね、はい、やっぱ中継ぎ陣がちょっと踏ん張りきれなくなってきたかなっていう、うん、まあ、そんな感じもするし、やっぱ打線待ちなんだよね、ずっと。なるほど。開幕からね、はい、まあ、その中で村上少し三振が多いよね。そうですね、うん、だから三振が多いっていうことはやっぱタイミングが合ってないということと、うん、やっぱ狙い球が絞れてないということ、うん、まあ絞ってくるのかどうかわからないけども、うん、ただそのバッティングのスタイルとして、はい、やっぱ基本に戻る、うん、やっぱそのピッチャーの一番速い球にやっぱ合わせといて、うん、変化球は村上だったら溜めて打てるよ、うん、うん、そうじゃなくてなんかここでこの球来たら嫌だなっていうようなそんな待ち方をしてるような気がしてならない。なるほど。だからやっぱり基本に立ち返るっていうのは村上にとってすごく大事なことだと思うし、うん、だからそういうことをやってほしいなって。そしてで基本に立ち返った時にはすぐ打てるようになると思うんだよね、うんうん、だからあんまり堂々巡りをしないで単純にいやバッティングってなんだって打席に入ったらなんだっていうことを考えてやっぱ基本に立ち返ることが俺はすごく今村上にとって技術的なことよりも大切なことかなっていうような、うん、そんな気がしてたこの3連戦を見ててね、うん、そしたら三振も彼ね三振するようなバッターじゃないよ、うん、打とうと思えば、うん、でもその三振が非常に多いっていうことはやっぱそこにあの原因があるのかなって思うよね、うん、じゃあ一度こうね立ち返って基本に立ち返って頭をちょっとクリアにしてっていうような感じですか。そうだね、やっぱね、うん、頭がクリアになってないと思うわ。うん、だからクリアにして基本ってなんだっていうのをもう一度やっぱ考えてほしいなと思うね、うん、はい、はい、ただこの3連戦見ててやっぱ DeNA の気力がすごいね、うん、で牧がすごく巻きらしくなってきてるということはもっと上がり目があるなっていうような感じがするんだよね。うん、なるほど、はい、でこの最後の試合はねこの試合の勝ち投手また三島投手が、まあそうだね、勝ちがついて運があるんだよね多分2勝目ということでそうよかったですね。いきなりすぐ2勝っていう、ね、1日ぶりの2勝なんか仲ないというはい、はい、で広島対中日、はい、ここも1勝1敗ここは1勝1敗なんだけど、うん、涌井がやっと勝った、はい、援護点がなくてね、うん、いいピッチングはしてたんだけど援護点がなくて勝てなかったんだけども、うん、非常にやっぱりこの試合も丁寧なピッチングが光ったし、はい、まあ、その中でストレートがね、うん、非常にいい。年でやっぱストレートが生きてるっていうのは、うん、やっぱ相当投げ込んだりだとか相当なこう走り込みまあ走り込みしてるかどうかわからないけども、うん、
まあ非常にまっすぐ生きてるというね、はい、そんな感じがして、うん、でこの試合で福永ねルーキー、はい、プロ初タイムリー、うん、で若手新戦力が、すごく活躍するというね、うん、まあ細川も非常にいいしね、はい、ただこの試合で広島の方は大瀬良がね太ももの違和感を訴えて交代してるんだよね、はい、だから今後やっぱ広島は大瀬良がいなくなるっていうことは非常に痛いなというね、うんうん、まあ何でもなかったらいいんだけども、そうですね、ただ森下がファームで投げてんだよね、うん、5回ぐらい5イニングを、うん、だからまあそこら辺で大瀬良がいなくなって森下が上がってくるのか、うん、なんか2人揃わないとやっぱね先発投手陣が安定しないかなっていうような気もするし、うん、ちょっと心配なネタが1戦目にあったね。ね、はい、このあとね大したことなければいいですよ ね。だから涌井が勝ったっていうことは、うん、すごくこの先ね少し涌井の流れが変わってくるかなっていうような感じがするし、うん、まあ、よかったなというふうに思います。はい、で2試合目でこれは3対2、はい、これも延長12回までもつれましたね、はい、うん、広島のサヨナラ勝ち、はい、ね、まあ、2対2、まあ、いろんなことがあったんだよ、うん、まあ、例えばエラーをきっかけに広島の方は失点するとかね、はい、そういういろいろあったの。柳がね素晴らしくて7回を0点に抑えてるのに変わったピッチャーが打たれるというね、うん、まあ、そういうこともあったんだけども、ただもつれてもつれて延長12回、はい、ツーアウト1・2塁から、うん、申告敬遠した満塁に詰めたんだよ。ツーアウトなのにってちょっと思いましたけど、うん、だから西川をね、うん、多分、まあ、マウンド上は砂田と砂田、はい、で左対左、うん、でこれは相性っていうのを調べてないけど、うん、DeNA の時に、まあ、西川に打たれてるのかもわからないけども、うん、まあ、満塁に詰めたんだよね。ツーアウト1・2塁から満塁に詰めて、うん、2打差はと勝負に行くんだよ、うん、代打ですよね。代打ね、はい、で2打差はもう左、うん、まあ、左対左、うん、まあ、1球もストライクが入らずに押し出しで決まるんだけどもさ、はい、なんかこの試合っていうのは、うん、どうなんだろうね。やっぱ満塁の方が圧倒的に嫌だと思うんだよ。これはピッチャーの気持ちとしては満塁をね埋められると、うん、もういろんな形で、まあ、とにかく今回みたいにね、だからフォアボールもダメだし、デッドボールもダメですし、でワイルドピッチもダメ。そうですよ ね。もうストライクで勝負するしかない、まあ、そうなってくるとやっぱ甘く なりたくはないしギリギリを突きたい、うん、もうそういういろんな心理が働くと思うんだけど、うん、ただまあこれは立浪監督の勘だよね、勝負勘、うん、この打者に対してということですかね。そうだね、だから西川をすごく嫌がったんだろうね、うん、西川確かにここのとこ当たってたりだとか、うん、まあ、するけどもなんか、うん、ちょっと違和感が残る、うん、まあ、最後のシーンだったよね、うんうん、なんかこう見ててこうねえねと思ったけどね。 そうですね、うん、でまあそのそういう風になってからもうちょっとなんかピッチャーの気持ちをこう感じ取ってしまうようなちょっと、うん、まあ、そうだね、緊迫感があって、うんうん、だから、まあ、このピッチャー、まあ、砂田がね経験豊富で、うん、もうなんか実績十分のピッチャーだったら、そうですよね、おそらく、まあ、嫌だろうけども、うんうんうん、まあ、勝負はいけてたと思うんだよ、うんうん、でもやっぱ砂田っていうことを考えるとやっぱ満塁詰めるのかっていう心理がやっぱフォアボールになっちゃったんだよね。ね、なんかすごく神経質になっているようにも感じましたし、そうだね、うんうん、だからちょっとそこら辺が少しかわい、まあ、砂田にとってはかわいそうだったかなっていうふうに思うよね。そうですね、ただやっぱ監督がやれっていうことはやらなきゃいけないからね。そうですね、うん、ちょっと酷だったかなというね、うん、まあ、そんな感じがするよね。はい、でこの試合で菊池が1500本安打、うん、ね、今日5安打で決めるというね、すごいですよね。6打席中5安打で、ね、まあ、絶好調というね、絶好調、うち2本が内野安打でしたけど、ね、すごいですね、うん、まあ、おめでとうございます、ね、おめでとうございます、はい、この試合もう一言、はい、柳が、うん、今シーズンまだ勝ってないんだよね。あ、でやっぱり柳ってまあ、エース格のピッチャーだけに、うん、やっぱこういう試合をね
やっぱり柳に勝ちをつけてやらないと、どん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 先行ってやっぱり一生の重みというかプレッシャーを感じてくるのが嫌だなと思ってね、まあ、早いうちに勝たせるように頑張ってほしいなっていうふうに思うね。はい、はい、ということで、はい、一強になる恐れ、この5球団、うん、6球団見てて、うん、やっぱね気力実力今一番充実してるのは DeNA、 それとしばらくしたらバウアーが上がってくる、そうですよ、オースティンも来るんじゃないかって言われて、そしたらもう上がるしかないんだよね、うんうん、もう沸騰しますし、まあそうだね、だから勢いもやっぱね戦ってる姿がすごく気力が充実してるっていう感じがするし、うん、バント失敗の後でもやっぱエンドランをかけたりだとかいろんなこう采配も当たってるしね、うん、だから非常にこう上がり目を感じる、うん、明日中日はやるんだ、小笠原今永なんだ、おでやっぱ中日は今年開幕投手の小笠原、うんうん、DeNA を止められるかどうかだよ、うん、今永投手もすごい、そう調子いいですもんね、うん、だから明日の一戦というのは非常に注目度が高くなる、うん、はい、というセリーグでした。はい、続きましてパリーグです、はい、こちらは全カード2試合ずつだったですね。そうだね、はい、ということで、はい、ロッテと西武は1勝1敗、はい、日本ハムオリックスも1勝1敗、はい、でソフトバンク楽天がソフトバンクの2連勝ということで、はい、勝ち越しですね、はい、でまず千葉ロッテ対、西武ライオンズ、はい、三馬と松本の投げ合いで、うん、5対3で西武の勝ち、はい、で松本がやっぱすごいまっすぐ安定感があったね、うん、で見逃しの三振5つ取るんだけども、はい、やっぱコースがやっぱ素晴らしいし、うん、やっぱ手が出ないようなところにやっぱコントロールされてるよね、うん、それとおかわり君の中村ね、はい、うん、先制ツーランで、口笛を切るんだけど、やっぱおかわり君はすごいね、ねえ、まあ、あの年でって言ったらおかわり君に今度会った時に怒られるかもわかんないけどやっぱね、なんかここに来てまた一皮むけたのかっていうぐらい、うん、素晴らしい4番らしく活躍、4番らしいね、やっぱね。でロッテも追い上げるんだ、はい、で追い上げるのに3本のホームラン、うん、全部ソロホームランで3点しか取れなかったんだけど、まあ、安田がホームラン、はい、ね、藤原、うん、まあ、山口に一発が出たというね4番、これまでね山口なんてもうホームランが欲しくて欲しくてさしょうがなかったのがやっと出たということで、はい、これは今後量産に入ってくるかなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするよ、うん、ね、だから負けたとはいえ、うん、打ってほしい人が打てたロッテね、うんうん、だからすごくまあ、負けてよかったということはないけど、まあ、収穫のある負け、まあ、そうだね、うん、4番がね一発打てたということが、うん、で西武も勝つには勝ったんだけど、はい、増田が少し心配なんだよね、抑えの3試合連続のホームラン打たれてるんだよ、うん、でやっぱクローザーがさ3試合連続ホームラン打たれるっていうのは、うん、まあ、1イニングしか投げないのにやっぱ相当状態っていうのは悪いと思うんだよね、うん、だからここら辺は早めに手を打っとかないと、うん、ちょっとあれかなっていうこうね負けたりすることになる可能性もあるということですかね。そうだね、うん、でね西武の外国人、はい、牧野、はい、ここ5試合20打数7安打絶好調です。本当ですね。ね、本当に右へ左へ、うん、まあ、広角に打てるっていうのがね、うん、まあ、一発の魅力っていうのはそんなないんだけども、はい、やっぱ率を残してくれて繋いでくれるっていうのがね、うん、非常に西武にとってはありがたいよね。うん、うん、はい。ね、小島対隅田2対1でロッテね、小島はねこの試合でやっぱね初球ストライクが取れないんだよ。ボールから入ったり、はい、まあ、無駄なフォアボールを出したりだとか、うん、牽制で殺したりとかね、牽制で飛び出しが2回ぐらいあったのかな、はい、それを刺したりだとか、うん、まあ、とにかくボール球多いんで、うん、こういうピッチャーってやっぱ野手が援護点くれないんだよね、うん、やっぱ守りが長いとかさ、はい、ボール球が多いとやっぱこう疲れちゃうこれは困るんだけど、はい、だからここら辺小島勝ったんだけどね、うん、なんていうのかな、やっぱそこら辺を解消していくと
やっぱ今年のロッテってある程度点をくれると思うんだよね。だからその点を取ってくれない、援護点が少ないっていうのは、やっぱ自分にありっていうことも、まあ、気がついてるとは思うけど、はい、やっぱそこら辺解消していくとすごくいいかなというような感じがするよね。で1対1から友杉が、まあ、セーフティースクイズでやったりとかもしたんだけど、はい、ファールにする、うん、だけどなんとかバットに当てて内野ゴロを打ち、うん、それが決勝点になるんだけどもさ、はい、やっぱ友杉っていうのは、うん、なんとかしてくれるね、このルーキーは。うーん、だからなんかこう、たかが内野ゴロだけどもなんか頼もしい内野ゴロだったよね。うん、まあ、走塁も見事だったけどもさ、はい、うん、だからロッテが上に行くにはやっぱバントだとか、うん、スクイズだとか、うん、そういう細かいことをもう少し几帳面にやりだすと、うん、ロッテの打線今年はつながってるからね、うん、まあもう少し点が入るようになるかなという、うん、で隅田、はい、ね、2戦目の、ね、うん、負けはしなかったけど勝てなかったという。そうですね。でね、隅田のやっぱ投げる姿を見てると悪くないのよ、うん、はい、で追い込んだりするんだけどさ、やっぱ決め球がないんだよね。うん、決め球の時に甘く入ったりだとかさ、まあ、そういうことがあるから、追い込むまではすごい素晴らしいんだよ。だから決め球をもう一つ意識強く、まあ、力んで甘くなってんのか、ね、それはやっぱこう本人しかわからないと思うけども、 その決め球さえちゃんとしたところに行けるようになったとしたら勝てるよ。なるほど、うん、決め球はおそらく気持ちこもると思うので、まあそうだね、逆に力が入っちゃってるんですかね。可能性はあるよね。うん、まあ、それとね、特殊ボールみたいなのがないんだ。うん、隅田って言ったらこのボールみたいな、相手が意識するようなボール、なるほど、これを早く作るとすごくいいかもわからない、ね、こう代名詞になるような、はい、っていうことですか。そうだね。うん、で西武の方は、はい、増田がちょっと心配だって言ったね。はい、ロッテの方は、うん、やっぱ中村翔吾、はい、セカンドね、うん、やっぱ状態をそろそろ上げてほしいな。うん、若手が頑張ってるだけにね、はい、まあ、それとロッテの方もやっぱ増田、沢村、うん、両方の抑えのピッチャーね、はい、8回9回9回8回とか、はい、まあ、いろいろ増田と沢村で賄ってるけども、そうですよね、やっぱこの2人っていうのが、うん、まあ、特に増田なんだけど、はい、ちょっと心配だね。うーん、やっぱね、出てくると必ず2人ぐらいランナー出すんで、やっぱ綱渡りの状態が続いてきてるんだよね、はい、これで疲れが溜まってくると、やっぱこうその痛い日や、なんていうの、痛いところで打たれたりとかする可能性があるんで、うん、だからここら辺ちょっとね、調整も必要だし、もしかしたら他のピッチャーを用意するとか、なんかこの状態があんまり良くないのがちょっと心配だね。なるほど。沢村もね、うん、まあ、四球を出したりとかして、うん、ピンチを勝手に招いたりとかもする時あるから、はい、だからここら辺やっぱ状態を上げてほしいなと思うよね、力があるだけにね。うん、もうこれはもうね、最後はこの2人でっていう風な感じでいくんでしょうかね。まあ、そうだね。だからね、うん、吉井監督はね、この状態の悪さっていうのはある程度予測してるから2人にしてるんだと思う。なるほど。だから吉井監督のねやり方がやっぱすごいな、やっぱ味方っていうかピッチャーの、うん、やっぱじゃあその2人でこうバランスよくやっていくのがちょうどいいというような感じなんですかね。そうだね。うん、だから毎試合抑えだとさ、やっぱ精神的な負担も考えて、うんうんうん、おそらく2人にしてるんだというふうに思うけどね。なるほど。うん、だからまあそこら辺のやり方が吉井監督はうまいなっていうふうに思う。こうピッチャー出身の監督の心理を、まあそうだね、ね、考えてのことなんでしょうか。うん、はい、はい、でもう一つ、うん、ファインプレーがあった愛斗、はい、ね、ライトゴロ田村がせっかく打ってるのにさ、やっぱファインプレーですよね。あれはファインプレーだ。いやだからね、すごい勢いで突っ込んでましたもんね。そうそう、だからオリックス戦にさ、フライを取れなくて悔しがってた、その次の日からファールグラウンドで、はい、取る、うん、ね、ライトゴロにはする、本当に相手は頑張ってると思うよ、ね、
田村もう途中から笑ってたけどね、ああアウトだと思ってびっくりしたでしょうね。まあまあね、まあまあでもナイスプレーだったね。ちょっと久しぶりに外野ゴロ見ましたけど、はい、はい、続いて、日本ハム対オリックス、はい、ね、伊藤大海対宮城、うん、ね、どういう試合になるか、はい、ね、投手戦 を期待したけども、うん、まあ、両投手ゲームを作れずということでね、うん、4番の差が出たゲームなんだよねこれ、うん、森が2本のホームラン、はい、ね、野村が5打数ノーヒット、はい、その前に打つ松本が4安打かな、うん、当たってただけに、うん、野村にね1本どっかで出てくれば、うん、ヒットがね、まあ、この試合展開は7対8で負けたんだけど日本ハムが、うん、まあ、ちょっと変わってたかなっていうような感じがするんだよね、うん、でこの試合でコットンという、はい、右ピッチャー、はい、4イニング投げて3安打、うん、9奪三振、はい、勝ち投手という。そうですね、オリックス、いや、このコットンっていうのは、うん、ボールに力あるし、ちょっとねチェンジアップはね人と違うんだよね。ん？なんかね、はい、チェンジアップがねものすごく動くというか、うん、なんか浮き上がって沈むというか、うん、なんかね軌道がね普通まっすぐ投げるでしょ、うん、そのまっすぐの角度でボールが遅いのがチェンジアップなんだけど、うんうん、なんかちょっとこうやって揺れるような感じがするんだよね。だからまあカーブもいいしさ、またオリックスピッチャー出てきたぞみたいな。もうオリックスのピッチャー陣の層の厚さはすごいすごいですよね。もういろいろなタイプのピッチャーで、そうそう、このコットンっていうのは、はい、だから先発もできると思うよ。おー、こうなってくるともう盤石になってくるピッチャーが、先発陣がまたすごいですね。いやすごいよ、すごい、どのように組んでいけば、うん、やっぱね、うん、このピッチャーは中のロング行ってもいいし、うん、まあでもなんかもったいないような気がするね。先発させたら、うん、なんかゲームはちゃんと作って、まあ3試合に2試合はなんか勝ちゲームを作ってくれるかなっていうような、うん、まあそんな感じがするよね。ねえ、またすごいピッチャー現れましたね、はい、はい。で2試合目、はい、鈴木と田島、はい、6対3で日本ハム、うん、ね、鈴木が3勝目、はい、で未だに右打者にヒット打たれずという、うん、3試合投げて、ね、うん、これはね、それまでサイドで投げてたんだ去年まで、うん、で新庄監督がアンダースローにしてみろって、おうおう、これがハマったんだよ。うん、そんななんか急に修正効くもんなんですね。効くんだな、器用なんだよ、ね、で鈴木っていうのは、うん、よっからの本格を目指してたんだよ、はい、ね、うん、そしたら下からはね抜くボールを覚えたんだよ。でアンダースローってもう今なかなかいないから、いないですよね、バッターたちも慣れてない。でボールを遅くすることによって、うん、みんな150キロに対応しようとしてる、それが合わないんで、タイミングが全く抜かれると、だから面白いように見逃すのよ遅いボールを。それでポン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 ストライクが取れるの。だから鈴木っていうのは面白いなと思ってね。これはこのままずっと続けていっても通用していくもんなんですか？だって練習ができないから、うん、試合でも鈴木みたいなタイプがいないから今は各球団、うん、だから面白い存在だよ。なるほど、なかなかその試合だけでは対応していくのが難しい、難しいと思うよ、うん、いやそれでこの試合4番を万波にしたんだよね。そうですよ、この試合ね、うん、野村選手、まあ昨日の試合ね、うん、4番の差が出たって言ったけども、はい、4番を真ん中にして、うん、2安打4打点の活躍、ね、大活躍でした、うん、でマルティネスが移籍後、うん、まあ、初ホームランという、はい、待ってましたみたいなね、うん、で田中正義、これも新戦力だけども、はい、初セーブを挙げたという、ねね、涙のお立ち台という、ねね、田中正義投手、うん、こうチーム変わって、そうだね、今までね、うん、記録っていう記録はついてないのよ、勝ち負けなど全てなどね、はい、うん、で初めてやっぱチームに貢献できたっていうね、うん、まあそういう思いからやっぱ涙が出てきたんだと思うけども、まあ見事な投球だったよね、はい、初セーブを挙げた。でマヌチネスもあの新戦力でね、うん、初ホームランを打ち、貢献するという、はい、で今年初めての4番万波が2安打4打点、うん、
ね、はい、見事な活躍で、はい、まあ、鈴木に勝ち投手をプレゼントするという、うん、ね、で中川、はい、オリックスの方が、うん、森、杉本、うん、3者連続ホームラン、はい、その3点だけというね、うん、これがスリーランスリーランスリーランだったら、まあ、もちろん勝ってたんだろうけども、はい、ただやっぱり中川、森、杉本状態がいいね、うん、すごくね、うん、あ、だから、まあ、この試合は、まあ、鈴木というね、まあ、ピッチャーにやられたけども、はい、まあ、今後続いてきそうな気がするよ、うん、うん、それと曽谷、はい、ね、ドラフト1位、はい、出てきました。出てきました。ああ、これこのピッチャーも、うん、今中ってね、中日にいたと思うんだけど、はい、あのピッチャーに感じは似てるんだよね、投げ方の。ということは、うん、こう右足でグッと踏ん張って腕だけで投げてる感じがするんだけど、うん、やっぱ止まってる部分があるから腕が早く振れるんだよね、うん、あそこを支点にってことですか。そう、うん、だからこのピッチャーもおそらく慣れてきたら勝てるピッチャーだよ。うーん、また出てきたという、また1試合目が凝った、はい、で2試合目が曽谷という、はい、素晴らしいピッチャーを取ってるよな。うーん、だからまあ今後やっぱ楽しみだよね。ねえ、はい、はい、はい、最後、はい、ね、ソフトバンク対楽天、はい、まあ、ベテラン和田が5連敗を止めるという、うん、ね、あの6回を2失点に抑えるというね、はい、で今度柳田が、タイムリーを打つ、はい、ね、ここら辺の中軸がね、うん、やっぱソフトバンクはしっかりしてきたね。うん、で、まあ、楽天の方も中軸島内、浅村がホームランを打つんだけども、まあ2点足らずというね、うん、で早川が、勝てないとまた ね、うん、だから、まあ、楽天の方も浅村が打ったら勝てる、ね、島内が打ったら勝てるとか、うん、もうそういうことじゃなくなってきてるんだよね、うん、なんか打線がつながらないというか、うん、なんか単発でポンポンと点は取るけどもあと続かないという、うん、なんかそんな感じがするんだよね。でソフトバンクの方はやっぱり柳田がホームラン1本しか今打ってないけども、はい、やっぱこうチャンスメイクをしてくれるよく、うんうんうん、あの塁に出てくれたりだとかね、はい、打点を稼いでくれたりだとか、うんうん、まあ、非常にしてくれるから、まあ、頼りにはなるなと思うけども、はい、やっぱちょっと問題点は2試合目にクローズアップされるんだよね、うん、はい、で2試合目は森と滝中で5対3で、まあ、ソフトバンクが勝つ、森がリリーフ転向、あ、リリーフから、まあ、先発に回って、ね、はい、まあ、勝つというね、うん、やっぱり1イニング1球の重さをやっぱ彼はし、うん、だからやっぱピッチングがやっぱこう丁寧だし、はい、やっぱこう気力というのは落ちてないし、うんうん、だから非常に良かったと思うよね。うん、でじりじりする展開で、はい、まあ、6回だったかな、満塁になった時に栗原が満塁ホームランを打つという、はい、で1点、うん、1点差にね、まあ、迫られた時に近藤が突き放すという、うんうんうん、ただ、はい、ソフトバンクはそうやって5点は取ったけども、うん、下位打線が一歩もヒット打ってないんだよ、うん、なるほど。で上位打線だけで勝負を決めたということなんだけどもさ、うんうん、やっぱりこれは長く続かないよね、うん、やっぱり楽して勝とうと思ったら、うん、下位打線が少し頑張って上位打線にやっぱ回してこないとチャンスを、うん、なかなかやっぱこうずっと苦しい展開が続くと思うよこれ、うんうん、だからここら辺はねソフトバンク、まあ、打順の組み替えって言ってもなかなかできないとは思うけど、うん、下位打線の頑張りを待つしかないんだよね、うん、だからここら辺やっぱこうソフトバンクがちょっといまいち苦しいのは、まあ、投手陣は頑張ってるとしてもやっぱ下位打線がチャンスを作れて上位に回せてない、うん、まあ、ここら辺がやっぱちょっと苦しいところかなっていうような感じがするよ、うん、で楽天の方はやっぱつながりがない、うん、まあ、辰巳がスリーランを打って1点差には詰め寄るけども、はい、やっぱその後が続かないんだよね、うん、だから単発でこう1人1本ずつは出るんだけどさ、うん、溜めてゴーンっていうのがあんまなかなか見られないんだよね、う
なるほど、うん、だからそこら辺がちょっと苦しいかなというね、うん、まあそんな感じがします。はい、はい、で踏ん張れ楽天日本ハム、はい、ね、これひょもうちょっとちぎれそうなんでその2チームと上4チームですか。そう、うん、で、まあ、楽天の方がなんかこう落胆が大きいんだよね、うん、あやっぱこうピッチャーもさある程度実績のある人間がいるだけに、うん、こんなあの5位にいるようなチームじゃないと思ってるし、はい、で打線もねやっぱタイトルホルダーもいっぱいいるわけ、はい、まあ、浅村だとかだとかね、うん、島内だとか、うん、だからここら辺にチャンスを回してどんどん行けばなんとかしてくれると思うんだけど、うん、その打線のつながりが欠けるという ね、 ね、で日本ハムの方、うん、やっぱ戦い方はすごく良くなってきてるよ、うんうん、で打てるようにもなってきてるし、うん、もうちょっとなんだよ、うん、ただ伊藤大海がやっぱ失点を重ねるとか、うん、やっぱ勝てるピッチャーがやっぱこう計算通り勝ってくれないとさ、うんうん、やっぱ鈴木は頑張ってるけどそれプラス鈴木だからまだね、うん、実績的には、うん、だから伊藤が勝つ上沢が勝つ加藤が勝つ、うん、プラス鈴木ってなるとさ、うん、やっぱ最下位は脱出していくと思うんだよ、ね、もう1ゲーム差になってますからね。そう楽天と、うん、だからやっぱこうちぎれないようにね、ね、うん、これからちぎれたらシーズン長くなっちゃうから、うん、だから頑張ってほしいなと思います。なんとか踏ん張ってね、はい、はい、まあということで、はい、ね、パリーグはホームゲーム、うん、あーロードに出た時に強いのは、うん、オリックスと西武だけ。なるほど。あとは全部負け越し、うーん、ね、はい、はい、まあ、セリーグはロードに出た時にいかに頑張れるかによって順位が変わってくるというね。うーん、ホームではみんな勝ってるから、はい、ただ圧倒的に強いのは DeNA ね、ね、9勝1敗ぐらいじゃないかな。すごいですね。すごいよね、うんうん、だからとにかくホームではみんな勝つ、ロードで勝ったロードを制したチームがやっぱ上に行けるよということです、うん、ね、はい、また3連戦頑張ってください。はい。